今日は55キロ。聞こえてっかな。余裕だわ。余裕だわ。余裕？余裕だ。あさ。気をつけてね。今ここまだ雪ですけど、ガイドさんたちが危ないところは雪を描いてくれたから結構歩きやすくなったっていう情報を聞いたんで、キロ数も上げて、今日は私物山荘、まあ、山の花小屋、山の花エリアに牧歌なので、ちょっと体がどんだけ仕上がってるか分かりたいから、55キロの荷物を今日は背負って牧歌やってます。さあどれくらいまで体が仕上がってるか、まあまだまだだけどね、寄っていきたいと思います。めちゃめちゃ雪がかかれてる石段。いやほんと昨日参加してくれた人たち本当にありがとうございます。歩きやすいです。これ逆に怖くなってる。どう？うわ、これ怖えな。ベンチだけど、ベンチの上歩いています。すいません。うお、怖え。わあ、でもこの先は綺麗に除雪がされてる。荷物キロ数上がったからこれ取るのも大変になってくるぞ今後。まあやりますけど、いや重たい。今日は野菜中心に背負ってるんだけど、だいぶ重たいです。体もやっぱりもちろんだけど、まだまだ出来上がってないから、今日は本当慎重に、今日も意識することは重心と歩行の動作と肩の慣れ、やっぱ肩が全然痛いね。気をつけて頑張っていきます。ここめっちゃいいとこなんで、休むところ。あ、ここなんですね。でももう一個先に三段になってるところが、そうです、いいかなと思って。余裕っすね。いやいや、ちょっとこれだけなんですよこれ。僕が出てるからね、全部の休憩所で休みましょう。いいと思います。ダンボールのパンダマークが可愛いね。京都から僕がやりたいっていうことで、冬に戸倉スキー場の方でインストラクターやって、
で、今年の春から牧歌になりました。ガッチャンです。五十嵐さんを隠し撮り。多分もうバレてるんだ。バレた。バレてニヤッとした。休みますか。休みの場所ないね。あ、大丈夫。そう。全然大丈夫。お、先輩が後輩に気を使わせました。五十嵐さんです。今日はパンダボッカ、パンダボッカ、パンダボッカ、ササヤブでパンダ。いいね。すごいね。これ掘ったのすごいな。めちゃめちゃ雪かき大変だったでしょこれ。おかげで歩きやすいわ。すごい雪の壁。結構ここね、川も流れてるし、手前には階段もあったから、踏み抜きとかが本当怖いところで。雪かき本当にありがとうございます。天満湿原、水芭蕉が咲いてきたね。ちっちゃいけど、これもうちょっと雪が溶けたりして湿原が広がればもっと大群になるし、時期もね、もう少しすれば大きくなってくるから、今の時期だったらね、結構どこ歩いても水芭蕉はたくさんあるから、尾瀬の代名詞である水芭蕉、今の時期ぜひ遊びに来てほしいです。いや、もうめちゃめちゃ肩が痛い。55キロだけど、やっぱまだまだ肩は慣れません。今後これ動画をどうやって撮っていくかも考えなきゃいけない感じかなってやってみて思いましたね。肩が痛い。目的の小屋到着。到着。映ってるかな。到着。自分を撮ってる。ボッカの YouTube です。あ、そうございます。ボッカの YouTuber 萩原正人がやってきました。お疲れ様でした。いや、ライブじゃないです。編集します。
肩痛ぇ。これはもう今日私物山荘山の花エリアで荷物収容でこれから帰るけど、五十嵐さんはこれから見晴らしに行ってきます。怖いな。行けるっすよ、余裕っすよ。行け五十嵐さん、飛べ飛べ飛べ、行け。うー、よいしょ。じゃあお疲れ様でした。気をつけて。また明日。また明日。いってらっしゃい。